はいどうもファンネルです。帰ってきた名探偵ピカチュウ、続きをやっていきましょう。では、檻の中2日目ですね。話を聞いていきましょう。まずは闇ラミから。ギャハハ、昨日は無様だったな。レントラーさんに逆らうからだぞ。あいつ強いんだな、びっくりしたぞ。これに懲りたらおとなしくしてるんだな。おとなしくしてろって言われてもね。じゃあゴロンダだっけ。どこかで俺と会った覚えはないか、ここ以外の場所で昔に。いや俺にゴロンダの知り合いはいないが。そうか、すまん、俺の思い違いだったかもしれん。ここは薄暗く湿気もひどいが、警察署の何階なんだ。地下1階だ。ポケモンたちはみんなこのフロアに閉じ込められている。警察署は何階建てなんだ。よくわからんな。ただ上の階に人間たちがいるのは知っている。そうか、この部屋からなんとか出る方法はないか。いろいろと調べたいことがあるんだ。昨日あんな目にあったのにまだやるつもりなのか。あれぐらいのことでビビってたら探偵は務まらないさ。面白いやつだ。そうだな、何をするにせよまずはレントラーに話をつけるといい。あいつは俺より前からいる、いろいろと詳しいはずだ。よりによってあいつか。おじけづいたか。冗談だろ、見てろよ、すぐに話をつけてきてやる。その息だ、頑張れよ。これ上から多分ゴロンダに持ち上げてもらっていけそうだよね。あれちょっと失礼。あと話せる人っていなくね。隣に話しかけるとかないよね。ん？なんだ今変な声が聞こえた。ちょっと待ってね。喉がやばいんでちょっと一旦失礼。はいすいません、出鼻から喉の調子がおかしくて申し訳ありません。なんかねポケモンハトのような声が聞こえんだけど、これどうすんだろう。あとできることってある。下にいる、もしかしてここの。あ、ヤミラミがまたびっくりマークになってる。なあレントラーと話がしたいんだがどうすればいい。お前なんかがレントラーさんと。無理無理、諦めな。まあそう言うと思ったさ。じゃあ勝負といかないか、ヤミラミ。勝負？ああ、ただし暴力はなし、警察署だからな。俺とお前の知能勝負だ。お前が勝ったらおとなしくしてやる。だがもし俺が勝ったら。この死にめえ、いいだろう、その勝負乗った。乗るんだね。今から宝石を3つベッドに隠す、それを探し出してみろ。なんか可愛いな、そんな遊び可愛いですよ。3つ全部見つけたらオイラからレントラーさんに話を通してやろう。そんなことでいいのか、探し物は探偵の得意分野だぞ。甘く見るなよ、絶対見つからない場所に隠してやる。しばらく目をつぶってあっち向いてな。レントラーも意外と乗り気だね。よし目を開けていいぞ、宝石3つ、探せるもんなら探してみろ。なんだ、ありがとう。じゃあ探すよ。待ってね、現場検証。さて宝石を探すか、全部で3つだったな。おさあ探すぞ。さて、結構いろいろ見れるんですね。ベッドの下っていうかこの隙間。あったー。こんなとこ隠したって言えるこれ。こんなところに宝石を隠すとは、闇闇意地が悪いな。そんな意地悪くなくね。この辺は？あ、奥に行けるのね。ダンボールの中。おもちゃ箱か。中に物がたくさん入ってるな。ちょっと角度を変えてみてみるとするか。お、光ってる。こんなところにあった。ありました。で、ご飯の器の中じゃないかな。光ってる光ってる。待ってね。あったあった。よし、あったぞ。全然隠してねえんだよ。これで宝石は全部みたいだな。さあ終わりです。他になんか見れるもんあんのかな。これは木の実の形のぬいぐるみだ。間違って食べるやつはいないよな。なんでぬいぐるみ置いてんだろう。よし、癒しなのかな。これ以上調べられることはないな。さあ OK、 じゃあ戻っちゃうよ。まだ見れるところあるかもしんないけど。さあヤミラミに、なんだって。待ってね、話してみる。話すというか、宝石が大好物って話だが、オーロラの雫って知っているか。そっか、ヤミラミは宝石が大好物なの。知らねえな、聞いたことねえな。知らない、本当に。ふざけんな、疑うんじゃねえよ。いやいや、疑ってるわけじゃないんだ。
疑ってるわけじゃないんだ。さあ3つ見つけてよ。宝石は見つかったか。どうだ、3つ全部見つけたぞ。なんだと、まさか全部見つかっちゃうなんて。約束通り俺のことをレントラーに伝えてもらおうか。多分オイラが伝えるまでもないと思うぜ。レントラーさんのことだ。きっと透視能力でこっちの部屋を見てるはずだ。え、そんな能力ある？透視能力、そいつは便利な能力だ。ならあとはどうやってレントラーの部屋まで行くかだな。屋上で聞けばいいだろう。いや、待ってる時間が惜しい。何か手はないものか。うん、ダクトか。ここを通れば他の部屋とも行き来できるんじゃないか。問題はどうやって行くかだ。ナッシーの時のようには登れないし。やれやれ。これうまく入るときにピカチュウの背中のやつ取れないかな。仕方ねえなって。お手玉ボールじゃないぞ。あ、背中のやつ取れない。来ちゃいましたね。さ、まあレントラーに話しちゃうね。待って、何かお困りですか。見ればわかるだろう。嬉しそうな顔でこっちを見るんじゃない。笑ってますね。レントラーに忍者話しかけます。来たかピカチュウ。よーレントラー、昨日はしびれる挨拶ありがとうよ。口の減らんやつだな。まあ口だけではなかったようだが、ヤミラミとのやりとりは見ていた。少しは頭が切れるようだ。やっと俺の実力が分かってきたようだな。それで俺に話があるのだろう。ああ、今この警察署や何かが起きている。俺はその謎を解き明かして自分の無実を証明したいんだ。そんなことができるのか。できるとも。俺と俺の相棒と、そしてお前たちの力があればな。そうか、分かった。いいだろう。ずいぶん話が早いな。少し拍子抜けしたぞ。俺は俺で目的がある。その目的を果たすためにもお前に協力した方がいいと思っただけだ。なんかちょっとツンデレ。だったら最初から仲良くしてくれよ。半端なやつを仲間にすると足を引っ張られるからな。まあ映画とかでもね、そんな、まあ映画とかでもっていうか、まあね、なんかそういうこともありますわな。俺を試したってわけか。あんまり好きになれそうにないぜ。で、これからどうするつもりだ。まずは少しでも情報が欲しい。何か知らないか。今日も新入りが来たようだ。そうなんだ。保護室はあと2つある。そこに入れられたらしい。新しく連れてこられたポケモンか。確かに興味があるな。待てピカチュウ、話はここまでにしておこう。人間がやってくるようだ。すぐに部屋へ戻れ。どうやって。お、助かったゼレントラ。なるほど、投資って便利だな。無駄口を叩くな、急げ。わかったよ。じゃあまた後でな。どうやって戻んの。そこは見せてくれないんだ、うん、誰か来るな。誰だろう。ん、うん、おとなしくしているな。バトラーですね。バトラーか。なんで局長が自らこんなところに。昨日一悶着あったようだが、ピカチュウに怪我はないようだな。俺を心配してくれてるのか。そりゃどうも。まったく面倒なことだ。ん、あーだるいだるい。なんだなんだ、急に人が変わったな。なんでわざわざ私が様子を見なきゃならんのか。まったく迷惑なことだ、こんなピカチュウ一匹に。こんなこととはなんだ、こんなとは。失礼だろう。ああ、ピカピカうるさい。いくら泣いても助けは来ないぞ。いいか覚えとけ、お前はここから出られないんだよ。なんだったんだ今のは。前に会った時とは様子が違ったが、どうもここはおかしいことばかりだ。まあいつも言ったようだし、調査再開と行こうか。今日連れてこられたポケモンというのに会いに行こう。会いに行こうって。これでゴロンダに頼めばいいのかな。レントラーはあと2つ保護室があると言っていた。他の部屋の様子も気になるな。ダクトを通って行ってみるか。頼むぜゴロンダ、ゆっくりとな。ゆっくりとはやってくれないだろう。任せな、最速記録を目指すぜ。ガンって最速だったのかな。なんで背中のやつ取れねえんだよ。10点満点の着地だな。さあ到着。ふう、なんとか出られた。
よし、レントラーたちとは別の保護室に着いたぞ。早速新しく来たポケモン手荒れに話を聞いてみるとするか。新しく来たの、お、モルペコだ。めっちゃお腹空いてんのかな。ペコ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 って言ってますね。腹ペコの苛立ち。モルペコ、少し話を聞いてもいいか。話すことなんかね、お前何か食べ物持ってねえのか。俺たちの食事は保護局が用意してくれるはずだぞ。はあ、そんなもの待ってられねえぜ。待ってる間俺と話をしないか。退屈しのぎになるぞ。なんだと、しつこいぞお前。いいんだ、喋って。モルペコについて。モルペコ、お前について教えてくれないか。俺の技知ってんのか。お前ものすげえんだぞ。電気タイプの技になったり悪タイプの技になったりしちまうんだ。電気タイプの技、あー、モルペコ、ピカチュウと確かに似てるっちゃ似てるか。念のため聞くが、モルペコはヤドンゾウに何もしてないよな。ヤドンゾウに何かする。なんだそりゃ、するわけねえだろ。あー、してないのかな。だよな、なんでもない、忘れてくれ。まあ、フォルム変わった時の記憶がないとかだと分かんないけどね。連れてこられた理由、うん、モルペコはどうしてここに連れてこられたんだ。人間のやつら頭に来るぜ。俺が食べ物を盗んだ、そんなことするわけねえだろ。うー、思い出しムカムカしてきたぜ。気持ちはわかるが落ち着けよ。暴れても何も解決しない。うるせえ、俺に命令するな。気になっていること、ここに来て何か気になっていることはないか。さっきも言っただろう、食べ物だ、食べ物をくれ。残念だが俺は食べ物を持ってないんだ。うー、腹減った、そして腹が立つ。後で食事が運ばれてくると思うからもう少し待ってろよ。 OK。 モルペコ、あー、インテレオンもいたね。そういえば花屋の前とかにすごい落ち着いてますね。いいぜ。よ、インテレオン、少し話を聞いてもいいか。君は一体誰だい。名探偵ピカチュウだ。ここから出る手がかりを探してるんだ。なるほど、他の部屋から来たんだね。僕は今日ここに来たばかりだけど力になれるのかな。どんな些細なことでもいい、情報が欲しいんだ。分かったよ、そういうことなら協力しようじゃないか。ありがとうよ、助かるぜ。さあ、インテレオンについて。インテレオン、お前について聞いてもいいか。僕は指から水を出せるんだ。花に水をやって育てるのさ。いいことだな、花の世話以外にも使えそうな特技だ。水鉄砲で他のポケモンと遊ぶこともできるけど趣味じゃないな。僕はもっと穏やかに優雅に暮らしたいんだ。はいはいはい。連れてこられた理由、インテレオンはどうしてここに連れてこられたんだ。どうやら僕は花屋で暴れた犯人だと思われているらしい。まったく心外だよ、僕は心から花を愛しているのに。インテレオンはやってないんだな。もちろんだとも、僕は花屋のパートナーだ。毎日花の世話をしていたんだ。自分で花を台無しにするわけないだろ。ああ、信じるぜインテレオン。ありがとう。しかし犯人は誰なんだろうね。気になっていること、インテレオンは何か気になっていることはあるか。僕が連れてこられたことでパートナーの人間に心配をかけているね。それに残してきた草花が心配だ。僕がいなくてきちんと育つかどうか。きっと大丈夫だ、草花の生命力は意外と強いからな。そうだといいね。うん、そう信じることにしよう。終わり、うん、レントラーを2つって言ってたからあと1つ部屋があるはずだ。そっちにも行ってみるか。行ってみるかだけど、ここはレントラーに持ち上げてもらったりするのかな。ピカチュウってのぼペコペコじゃあ行きます。さてさて、どうやってこのダクトに登るかな。よろしくな、インテレオン。あ、やっぱり。いいぜいいぜ。オーライ、ちゃんと歯を食いしばりなよ。投げた、また水鉄砲とか使えないよね。技使えないようにされてたりはしないか。あの屋上でレントラー技使ったもんね。今回は着地失敗したの。お、ミルホック、この部屋で最後か。ダクトを通れば上の階にも行けそうだが、どこに出るかわからんしな。まだ派手に動くのはやめておこう。今は聞き込み調査だ。さあ、ミルホック、ミルホックって言ってますね。ミルホック、お前もここに連れてこられたのか。ピカチュウこそこんなところで何してるんだ。多分ミルホックと同じだと思う。え、一体どういうことだ。ひとまず落ち着いてミルホックの話を聞かせてくれ。
ミルホーク、お前のことを教えてもらえるか。俺っちは目を光らせることができるんだ。そいつはすごいな。夜に出歩くときに便利そうだ。だが俺っちを見ない方がいいぞ。目がくらむからな。フラッシュだね。まあフラッシュじゃねえかもしんないけど、うん、ミルホックはどうしてここに連れてこられたんだ。まあ大体察しはついてるんだけどな。どういうことだ。多分身に覚えのないことで人間に捕まったんだろ。その通り。よくわかったな、ピカチュウ。ここにいるやつらみんなそうだからな。俺は昨日ここに来たんだが、ミルホックはいつからだ。今日、ついさっきだ。急に人間が集まってきて驚いたぞ。俺っちも人気者になったのかなーなんて思ったが、気のせいだったとは。警官に追いかけられるのは勘弁してほしいよな。気になっていること、ミルホックは何か気になっていることあるか。俺っちは俺っちなりに街を見守ってたんだ。俺っちがいなくなって街が大丈夫なのか、それが気になってるな。ポケモンがたくさん保護されて大丈夫じゃない状況だ。ただミルホックが見守ってくれていても、防げないことだとは思うけどな。そうか、力不足で悔しい限りだ。いいやつそうだね。さあ、デデンネもいますね。デデンネと、これ欲張りっすか。まずはデデンネ。デデンネいたっけか。デデンネ、電気プリーズって書いてありますね。デデンネか、少し話を聞いてもいいか。あ、お前ピカチュウか。なんだよ、俺はピカチュウだからどうかしたか。お前のせいだ、お前のせいで僕は捕まったんだ。おいおい、一体どういうことだ。お前、噴水広場のヤドン像を壊しただろ。そのせいで人間たちが僕を警戒してるんだ。まさか電気タイプのポケモンを手当たり次第に保護してるのか。だがデデンネ、ヤドン像を壊したのは俺じゃない。は？じゃあ僕が捕まってるのはなんでだよ。それを知るためにもデデンネが知ってることを教えてくれ。さあ、デデンネについてね。デデンネは電気技を使えるよな。それがどうしたんだ。まさかお前がヤドン像を壊したなんてことはないよな。僕がヤドン像を壊して何の得があるって言うんだよ。だよな、疑って悪かった、うん、デデンネがここに連れてこられたのは俺のせいって話だが、きっとピカチュウの仲間だと思われているんだ。関係ないのに。勘弁してほしいぜ。しかし保護局は何を考えてるんだ。俺が犯人だと思ってるなら俺を捕まえたら済む話だろうに。そうなんだよね。ここに来て何か気になっていることはないか。気になること、いつここから出られるかしかないだろう。僕には人間のパートナーがいるんだ。早く帰らないと心配かけちゃうよ。そうだよな、俺もティムを安心させてやりたいよ。さあ、オッケー、ありがとうね。じゃあ欲張りっす。よくよくなあ、欲張りっす。少し話を聞いてもいいか。うん、いいけど、君は何なの。怪しいもんじゃない、名探偵ピカチュウだ。へえ、名探偵かっこいいね。それで何の話を聞きたいの。欲張りすについて。欲張りす、お前のことを教えてくれないか。僕、他のポケモンより歯が硬いんだ。どんな木の実でもかじって食べられるよ。その自慢の歯で部屋の壁に穴を開けて脱出するのは。それ本気で言ってる。さすがに難しいか。連れてこられた理由。欲張りすはどうしてここに連れてこられたんだ。さあ、僕にもよくわからないよ。僕は今日もいつも通り木の実を食べていただけなんだけどな。誰かの木の実を盗んだわけじゃないんだよな。そんなこと僕にはできないよ。だって盗んだら喧嘩になるもん。いくら木の実が欲しいからって喧嘩は痛いから嫌だよ。それは俺も同感だ。だが、だとすると保護局は一体どうして欲張りすを。どうしてなんだろうね。欲張りすは何か気になってることはあるか。ここには木の実がないよね。木の実持ってない。残念だが持ってないな。ぬいぐるみならあるんだけどね、あっちの部屋に、元いた部屋に。そうなんだ。もし木の実を見つけたら譲ってね。まあいいけど、警察署に木の実は落ちてないだろうな。 OK。 そういえばこの建物の中、木の実はないけどゴミが落ちてたよ。ゴミ？うん、見る？またメモ？あ、これは人間が書いたメモだな。2168と書いてある。僕には何のことかわからないや。これ大丈夫だよね。891って
って逆から読めないもんね、2の場合はね。うん、大丈夫そう。2168だね。このメモもらっていても構わないか？さすがにそれは食べられないしね。君にあげるよ。ありがとうよ、欲張りす。うん、どのポケモンたちも身に覚えのないことで連れてこられたと言っている。だがこれだけの数が無実の罪で保護されていたらさすがに問題になる。なぜ誰も疑問に思わないんだ。これはもうちょっと調査の手を広げる必要があるな。レントラーと一度相談してみるか。さあレントラーのとこ行きましょう。もうピカチュウ自由人だな。さてさて、どうやって登るか。これはミルホックかな。ミルホック、よろしく頼むぜ。やっぱりね。ミルホミルホ任せなって。なるべく体を丸くしてくれよ。みんな投げるね。うわ、やったぜ。痛いみたい。ここはレパルダスに登らせてもらったのかな。ここから出るときはまだ何もなかったもんね。一回レパルダスに話聞いてみよう。可愛い見た目なのにすごいわね、レントラーに認められるなんて。見た目がどうとか関係ないさ、大事なのは気持ちだ。かっこいいこと言うのね、驚いちゃった。あ、これ喋れるんだ。レパルダスについて。レパルダス、お前のことについて聞かせてくれ。そうね、気配を消して歩けるの特技としてはそんなものよ。その特技で警察署から抜け出せるんじゃないか。さすがに難しいわね。警官が気づかなくても機械はごまかせない。へえ、うん。レパルダスはどうしてここに連れてこられたんだ。私はレントラーやヤミラミと仲良くしていたの。この前私たちは同時にここに連れてこられたわ。仲間全員捕まったのか。全員じゃないわ。仲間にはグラエナもいたけど彼だけは捕まらなかったみたい。なぜグラエナだけが。それはわからない。いきさつはレントラーが知ってるけど教えてくれないのよ。グラエナはもしかして誰かとつながってんじゃねえか、あの上の人と。気になってることない？レパルダスは何か気になってることはあるか。レントラーの元気がなくて心配なの。何か考え事をしているみたい。考え事？詳しくは彼に聞いて、あなたのになら話してくれるかもしれない。了解。一応こっちもね、ベロバン。弱っちいのにあのレントラーに認められるなんてすごいな。褒められてるのかけなされてるのかわからないぞ。褒めてるんだよ。それで俺たちいつ外に出られるんだ。気が早いぞベロバ、まだこれから建物を調べるところだ。そっか、楽しみにしてるぜ。ベロバについて。ベロバ、お前のことを教えてもらえるか。俺はいたずらが得意だぜ。人を驚かせるのが楽しいんだ。どんないたずらをするんだ。パートナーの食事の後、皿を食卓からキッチンに運ぶいたずらとか。いや普通にいいことだな。それは本当にいたずらなのか。連れてこられた理由。ベロバーはどうしてここに連れてこられたんだ。俺はもともとパートナー、人間のパートナーと暮らしていたんだ。だが一人で遊んでた時に警官が来て俺をここに連れてきたんだ。何か悪いことをしたのか。いたずらは好きだが捕まるようなことはしてないと思うぜ。ああ、早くここを出てパートナーに会いたいよ。そうだよね。ベロバーは何か気になっていることはあるか。パートナーのことかな。あいつ俺のいたずらで喜ぶような能天気なやつだからな。もしかして俺のこと忘れてないかな。そうなったら寂しいな。大丈夫だ、お前みたいなやつはそうそう忘れられないさ。オッケー、じゃあレントラーね。戻ってきたかピカチュウ。ああ、他の部屋の様子を見てきたぞ。罪のないポケモンたちが次々と連れてこられてる。ここにいる連中と同じだな。やっぱりお前たちもそうなのか。詳しくは本人たちから聞くといい。聞いたよもん。そうさせてもらうさ。それと一つ相談があるのが、保護室を出て署内を調べたいんだ。なんとか見つからずに中を調べる方法はないか。俺の透視能力があれば人間などには見つからん。確かにお前がいれば助かる。でもどうやってここを出る。簡単な話だ。この部屋のドアを開ければいい。は？何言ってるんだ。この近くに人間が集まる部屋があり、そこに機械が置いてある。その機械を操作すると部屋の鍵が開く仕組みになってるらしい。そこはきっと見張り室だな。鍵じゃなくて機械で管理してるのか。よくそんなこと知ってるな。
ここから人間が操作するのを投資で見ていたからな。ただ機械のことなどわからんし、俺ではその部屋まで行けない。そこで俺の出番ってわけか。どんな操作をしていたかだけでももう少しわからないか。何か小さなものを押し込んでいるようだった。ボタンかな、パスコードか、何かが必要なのか。さっきそれらしいメモはあったが、あの壁のダクトから行けないか。とりあえず試してみるぜ。今なら部屋に人間はいないが、ヘマをするなよ。まだ話聞けるな。どうした、機械を調べに行くんじゃないのか。ああ、このメモの2168という数字がパスコードかもしれない。だがその前にもう少しレントランの話を聞かせてほしい。そうだね、これも聞きたかった。レントランについて。それにしてもレントランはいろんなことができるんだな。強力な電気技と壁の向こうを見る透視。いや、全く羨ましいもんだぜ。レントラーってエスパーかなんか入ってたっけ。俺にとってはどちらも当たり前のことだ。ピカチュウも電気を使えるだろ。それと同じだ。おう使えないんだけどね、今は。どうした、なぜそんな顔をしている。ちょっとまあ言ってもいいんだけどね、レントラーも身に覚えのないことで捕まったってことでいいのか。いや、捕まった理由に心当たりはある。何かやらかしたのか。今詳しく説明する気はない。おいおい、気になるじゃないか。俺のことなどどうでもいい。人間がいないうちに機械を調べてこい。気になってること、レントラーは何か気になってることはあるか。お前がいつドアを開けに行くか気になっているが、すぐ行くから待ってろ。それ以外で何かないのか。あるにはあるが、お前に話すようなことじゃない。はあ、せっかく協力するんだからもっと心を開いてくれよ。協力するとは言ったが、あくまでそれだけだ。了解、じゃあ行ってこよう。さあ登ります。誰がやってくれるのかな、どの部屋に行こうかな。あれ見張り室。おい、レパルダス頼むぜ。やっぱりレパルダスだ。いいわよ、成功するように祈ってて。失敗することもあるの。さあ見張り室でございます。あいつ、誰も見てないよな。見張り室はどうやって、あ、戻れるか自分で。ここがレントラーの言ってた部屋だな。保護室の管理はここでしてるのか。さて、あいつの言ってた機械ってのはどれだ。機械ってのはまあこれしかねえわな。その前に机があるよ。なんかメモある、これは警察署の見取り図か。住民用みたいだが問題ない。これがあれば署内を調べやすくなる。ほう、なるほど。地上の2階建て部分に人間の事務所があるんだな。少しの間借りていくとするか。借りました。あとは扉があるけど、待ってね、まだ椅子調べられる。見取り図以外に使えそうなものはないな。さあ、じゃあもう機械調べちゃうか。これが部屋のドアロックを解除する装置のようだな。やっぱりパスコードを数字で入力するとドアが開く仕組みのようだ。どれ、欲張りすからもらったメモの数字を入れてみるか。2168ね。おお、急にここは覚えてないといけないパターンか。2168、エンター。 OK、 完璧だな。よし、うまくいったぞ。これで部屋のドアが開いたはずだ。おう、さて警官が来る前にさっさと部屋に戻るとするか。ロックを解除してきたぜ。これで警察署内を調べられる。よくやった。お前を仲間にしておいて正解だったようだ。やっと俺の実力を認めたか。それじゃ調査に行くとしようぜ。あ、俺の背中に乗れ。これもしかしてステルス？レントラ。ステルスで行かないといけないのかな。乗れるか。ちょっと誰か何とかしてくれないか。かわいいわね、こんなところに登れないなんて。あ、そこ、そこだね。何この BGM。 ああ、さてどこから調べるんだ。お前の考えを聞きたい。署内を調べるならそうだな、
とりあえず1階に向かおう。見取り図によると資料室があるようだし。1階だな、わかった。よし行くぞレントラン。なんだなんだ急に。さあ開いてるんだよね。開いた。みんなこれどうすればいいんだろう。みんな脱走しちゃうかな。鍵を開けて入ってきたのか。よくそんなことができるものだ。俺は器用だからな、レントラーの作戦を成功させてきたぜ。なるほど、それは俺にはない特技だな。鍵が開いてるからって勝手に逃げ出したりするなよ。ちゃんと外に出るためにはまだ下調べが必要だからな。わかった、お前たちを信じて待っているとも。任せておけ。ヤミラミは？あれ？レントラーさん、そんな姿初めて見ましたよ。ここを抜け出すためにはピカチュウの力が必要だからな。協力していこうな、頼りにしてるぜレントラー。あ、オイラもそういう感じになりたかったな。さあ、じゃあどっから行けばいいんだ。こっちじゃねえんだ。レントラーの能力って今使えないな、まだ人間が全然いねえけど、いいのかなこれで。ミルホックたちもいる。気をつけろピカチュウ、部屋の中に人間がいるようだ。さっき来た時はいなかったが戻ってきたのか。見つかるとまずい、気をつけて通るんだ。投資できる壁などの前に移動すると R、 投資をするが表示されます。この時 R ボタンを押していると中の様子を見ることができます。部屋の中を投資して警官が見ていない時にこっそり動くようにしましょう。見つかってしまうとやり直しになります。了解。待ってね、 あっちの部屋を今大丈夫ってことね。待って、出てこないよな。大丈夫だ。よし、今行く。これはなかなか面白いんじゃない？レントラーなんか電気技かと思ったら投資なんだもんね。それでどの部屋に行けばいいんだ？待て待て、今見取り図を開く。まずは一番手前の資料室だ。その後に隣の会議室も調べておきたい。奥にも広い部屋はあるようだが、そっちの部屋は人間がたくさんいるようだぞ。となるとそこは後回しにしておいた方がいいな。では手前の部屋とその隣の部屋だな。ああ頼むぞレントラー。よし、ちなみに投資するとここは投資できる。え、どうやって入るのこれ。あいつどっか、あ、行くね。行った、今だ。待ってね、これでここをまず調べて、これはヤドン像が壊された時の写真か。あ、確かにピカチュウが写ってる。お前の姿がバッチリ写ってるな。違う、俺じゃない。でもどうしてこんな写真が。こいつは持っていくとしよう。ティムとしっかり調べないとな。よし、待ってね、まだ大丈夫、まだ大丈夫。よいしょ、これは俺たちにつけられてる四角い機械の説明書か。機械？みんなの首の後ろや背中についてるだろ。レントラーにもついてるぞ。説明書にはポケモンへの取り付け方が書いてある。それだけか。そうだな、この機械が一体何なのかは書いてない。まあたくさんあるし1枚持っていってもバレないだろう。よし、この部屋に気になるところはだいたい調べたな。ならば他の部屋に行くか。よし、待ってね、来る前に、来る前に急げ、出ろ出ろ急げ。危ねえ、多分入ってくるよ。まあいいか。監視カメラあったけど良かったのかな、映ったけど。多分ここは誰もいねえな今。待ってね、入ってきた。危ねえ。危なすぎない？どういう動きで入ってくんだろうね。ちょっと待ってね、今なら大丈夫。これで入って、待ってね、あっち話してんのか。一応こっち側いればバレないんだな多分。ここにいるポケモンたちがやった事件のリストか。人の食べ物を盗んだとか、花屋の花を傷つけたとか、それに俺の名前もある噴水広場での器物破損か。だがこのリストは嘘っぱちだ。俺はやってないし他のやつらもそう言っていた。お、レントラーの名前も載っているぞ。2番街の奥でグラエナと暴れたと書いてあるが、てんてんてん、一体何があったんだ。ここで長話をするのはいいとは思えんが。言いにくそうだな、じゃあ後で聞くが。ん？リストにメタモンの名前がある。保護室にはメタモンなんていなかったぞ。俺も見たことがないな。
ふむ、俺たちが来るより前のようだし、もう釈放されたってことかもな。あー、メタモンね、そりゃ何でもできちゃうわな。保護局が目をつけているポケモンのリストか。なんだこの数は、こんなにたくさんのポケモンを保護するつもりなのか。こんなに保護すると警察署に入りきらないんじゃないか。そのリストにグライナーの名前はあるか。あったぞ、ここにグライナーと書いてある。そうか、お前グライナーとどういう関係なんだ。説明すると長くなる。そうかい、じゃあまた後で聞かせてもらおうか。なんか泣いてるな。待ってね、来るな。これここにいてバレないかな。今入ってきてないよね。ちょっと待ってね、ここにいればバレないわ。監視カメラには映ってるかもしれないけど。泣くな泣くなよ今のタイミングで。待ってね、これはなんだ。これバトラー局長の就任記念ポスター。バトラーが局長になったのは今から1年前か。こんなもんわざわざ作るなんていい趣味とは言えないな。よし、この部屋の気になるところは大体調べたな。お、自動で戻った。いろいろ調べて回ったが無実の証明ができる証拠はないな。手がかりは見つかったが、ここを脱出するためにはまだ足りない。他の場所も調べたいところだが、人の多いところに行けば見つかってしまうぞ。分かってるさ。だがバトラーのことも気になるし、なんとか上の階にある局長室も調べておきたいんだ。なら行ってみよう。その部屋はどこにあるんだ。見取り図によると2階だ。気をつけて行こうぜ。そのまま行けんのかな。結構ドキドキですね。局長室があるのはこの階だ。その廊下を曲がってすぐだ。わかった。ちょっと待ってね、ここは通しがねえのか。これ大丈夫かな。待て、これ以上はまずい。人間が見張りについている。何、局長室は目の前だってのに。なんとかあの部屋を調べたいが難しいか。おとなしく引き返すか。そうだな。お前は天井からでも通しできるか。もちろんできるが、それがどうした。屋上からなら下の部屋を見れるだろ。なるほどな、よくよく小賢しいことが思いつくやつだなお前は。賢いと言ってくれよ。そうと決まれば早速屋上に向かおうぜ。そういうこと。屋上誰もいないかな。やったな。よし、屋上に着いた。やったぞ、屋上には誰もいないみたいだ。この辺りからでは見えないな。もう少し部屋の近くに行きたい。じゃあ真上まで行こう。だいたい真ん中くらいまで進んだあたりだ。よし、ごめん。この場所からなら局長室を通しできるよな。ああ、見てみるとしよう。レントラーしか見えないけどね。レントラー任せろ。バトラーのやつ、椅子に座ってふんぞり返ってやがる。仕事サボってあんのか。他に何か怪しいところは。金庫あるよ。壁のダクトの出口があるぜ。そこを通っていけるってわけだな。あとは床に皿が転がってるな。ポケモンのか。待てよ、局長のパートナーなんて見たことないぞ。頑丈な金庫の箱があるぜ。中に何か入ってる。金庫か。やったな。金庫とはいかにも何かありそうじゃないか。俺の目でも箱の中までははっきりとは見えない。やはり直接行って調べるしかないな。だが部屋の前には人間がいるぞ。そいつはおそらく見張りの警官だろう。いなくなるのは待つのは難しいか。となると取れる方法は一つ、ダクトを通っていくしかないな。保護室と同じようにか。さすがに地下には繋がっていないが、1階からならなんとか行けるはずだ。俺はあのダクトには入れん。お前が一人で行くことになるぞ。何、ヘマはしないさ。俺は名探偵だぞ。ふっ、そうだったな。どのみち今はバトラーがいるから無理だ。一度保護室に戻ろうぜ。ああ、そうするとしよう。さあ、じゃあこれで2日目終わりそうな感じもしますね。やったな。ふっ、無事戻ってこられたな。おお、どうだった、俺たち外に出られそうか。いや、まだしばらくかかるぞ。そうだな、ピカチュウ。ああ、だが必ず助けてやる。俺を信じて待っててくれ。あとは俺たちの無実の証明だが、これはティムに任せるしかない。ティムって誰？人間？ああ、俺のパートナーだ。
探偵としてはまだまだだがな。探偵なのか。ああ、しかも信じられないかもしれないが、俺とティムは言葉が通じるんだ。嘘つくなよ、そんなことあるわけないだろ。ピカチュウ、その人間と連絡は取れるのか。昨日も面会したし、今日も来てくれるはずだ。そうか、ならば頼みがある。町にいるグライナの様子を見てくるように頼んでもらえないか。別に構わないが、そのグライナに何かあるのか。てん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 。レントラーはここに来る前にグライナと喧嘩をしたらしいの。それでグライナは怪我をしてしまって、おそらくレントラーは気にしてるのよ。ほう、お前がそんなに友達思いだったとは知らなかったよ。余計なお世話だ。わかったぜレントラー、次の面会の時にティムに伝えておく。助かる。私からもお礼を言うわ。ありがとう。グライナはおそらく2番街にいると思うわ。なるほど、そのことをもティムに伝えておこう。さてティムは今何をしてるかな。はい、場面移りますね。ティムのターン。今から少し前とかってなるかな。今何時なのかも分かんないしね。さっきの保護2日目の朝、ティム、やっぱ朝からだね。ライムシティにはもう一匹別のピカチュウがいるかもしれない。もしそうならヤドンゾを壊したのもきっと。早く見つけて真相を解き明かそう。レイチェルだ。ティム。レイチェル、どうしたの。どうしたもこうしたもないでしょ。ピカチュウが捕まったって本当なの。本当なんだ。心配してくれたんだレイチェル。当たり前じゃない。それでピカチュウはどうなの。ピカチュウには器物破損の容疑がかかっている。保護局が間違えたんじゃないの。うん、犯人は別にいるんだ。保護局は犯行時の写真が証拠だと言っている。だとしたら僕の相棒じゃない、別のピカチュウがこの町にもう一匹いて、そのピカチュウが犯行に関与しているかもしれない。そうね、ティムのピカチュウが悪いことするわけないものね。それじゃあ早速行動しましょう。どっから調べるの。え、一緒に来るの。協力してくれるのは嬉しいけど。遠慮する必要なんてないよ、友達が困ってるんだもの。ティムもピカチュウも私の友達、助けるのは当たり前でしょ。レイチェル、ありがとう、そう言ってもらえると心強いよ。じゃあ事件があった噴水広場の周辺から調べてみよう。はい、というわけで、すいませんね、パートがだいぶ小刻みになっちゃうと思いますけど、これ今回はね、次回に回したいと思いますので、では次回ジムじゃねえ、ごめん、ティムパートやっていきますんで、よろしくお願いします。では皆様ご視聴ありがとうございました。またね。